久喜鉱山坑道図、久喜銀山跡、雨が降った跡です。ちょっと中には入れませんね。ひんやりした空気はきます。入ったら確実に濡れます。おうしゅとうひ、橋を渡りました。松園湖跡、休みどこ、清廉所跡と絡み原、ここです。陽光炉跡や梅昇炉跡がたくさんあります。乾燥炉、乾燥釜跡、この上にあります。梅昇炉が多いです。当時は多くの人がいたそうです。煙があそこを通ってたんですね。銀山道は鉱山道、絡み原、清廉社との残りですね。鉱石といった感じがします。だいぶここに廃棄したんですね。何かないかな。川の水音が響いてます。線香場跡、発電所跡、神社に来ました。地図の岩屋のとこです。今日は神社にお参り。お参りしました。おごそかな参道です。天然記念物の大ヒノキ、大きいですね。これも大きな神社の杉です。伊豆の岩屋の名水いただきましょう。雨の後で水が多いです。見事なパワーを感じる岩です。お祭りされています。今日は水が滴ってます。鏡岩でした。説明があります。奉納額、大南町です。11時45分、道の駅みずほ。